ラビタン。ラビウサちゃんがお布団かぶってるみたいじゃん。ラビうんねえ、ウサちゃんこれくるんであげたの。くーちゃん来た。くーちゃん盗み食いに来たな。自分のご飯あるのにラブちゃんの食べに来るんだよね。うん、うん、うん、お部屋にさ、お部屋に入れてあげればサンマ、サンマが、うん、ここにドーナツあるの、ドーナツ、うん、これもさ、お部屋にしまっときなよ、うん、どうやって隠すのかな。よし、じゃあお布団は、はい、綺麗に、うん、戻し、うん。ほら、ごしょごしょだったからさ、直したよ。うん。うん、おしんちゃん来る？うん。くーちゃん。うん。どうぞ。くーちゃん来た。くーちゃんだってノーパンだからダメだよここ。何しに来たのくー。顔かいいのか。そっか、僕も顔かいかいしてって来たのか。何もいで。かいかいでしょ。かいかい。満足？あ、もっと？父ちゃんが花粉症だからくしゃみしてるね。してるね。マスクすればいいのにね。なんかコロナとか関係なく、なんかほこりっぽかったり、ちょっと鼻がねムズムズする時とか花粉の時はね、普通にマスクをすればいいのに、なんかねコロちゃんになってからマスクをするのしないのに関してもこう同調圧力というかね、くーちゃん、まあ空気を読むのは日本人のいいところだけど、あんまりね周りの世間の目を気にしすぎるというかね、くーちゃん、したい人はすればいいし、したくない人はしなくていいし、ね、人がしてようがしてまいが、なんかねマスクしろとかっていう人もいるんでしょ。で今度は逆にマスクしてるとマスク取れって文句言う人も出てきたんだってね、くーちゃんね。なんでこんな世の中になっちゃったのかね、くー太郎ね。くー、人それぞれだからね。うん、
ふーちゃんもね、ちょっと開会したらほら、やめたら怒られた。そんなさ、開会してあげてんのにさ、ちょっとやめただけでさ、ガーガー怒らなくてもいいじゃん。ここがね、ちょっともうモコモコすぎて映らないけど、新しいのがちょっと この辺チクチクしてる。うん、だから痒いんだよねこれね。くーちゃん足が届かないからね、ここね。かいてーってきたのね。痛い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 。もういいかな。ほら、もこもこ粉がいっぱい出た。やめたら怒られた。すっごいズンズンきた。何よ、もういいじゃん、いっぱい買い返したもん。買い買い。ラビちゃん、ラビちゃん、あれ、ウサちゃんは？ウサちゃんここに、ここにあった。もうウサちゃんも一緒待っとけばいいじゃない。つやつやだね、ラビ。ピカピカ。うん、すごいね、ラブちゃんね。加工なしでこの輝き。黒曜石みたいだよね。ね、ラブちゃん。かっこいい。そして、ここで、開会待ちの。てくーちゃん怒るんだもん。かいかい。なんか暗くてさ、照明がさ、暗くて顔がどうしたらいいのかな。うん、こっからかいいかね。というわけで、くー太郎もういいですか。うん、ここかいのか、ここかいかいか。きっとカラスってたまにね、白い子とかがいたりするけど、親は差別しないでちゃんと育てるもんね。ね、くーちゃん。まあね、どうしても白い子っていうのは、あの部分的にね、白い羽がある部分白化っていう子はまだいいんですけど、アルビノね、もう色素が色素がね、なくて本当真っ白なカラス、アルビノとかだとやっぱり弱いからね。ドバトでもね、ホー君とかくちばしがピンクだけど、やっぱりね、黒いくちばしよりピンクのくちばしの方が弱いんだよね。馬もそうだよね。アルビノの馬とか、ひづめがやっぱり弱いし、肌もね、やっぱり弱くて、手入れが大変だって言ってたな。もういいですか。ここかけって、ここかけ、ここがかゆいのじゃ。うん、今のがね、見本みたい。ここをね、こうやってかけって言って、ほれやれってね、ここをこうすんですか。これでいいですか。どうですか。
な。というわけでラビちゃんがウサちゃんをね、可愛くお布団に寝かせてるみたいにしちゃったのを撮ろうと思ったらクーちゃんが来て、すっかりクーちゃんに、うん、買い替えよう。あーねえラビー、ラビーおとなしく待ってるのね、自分の番が来るのね。うん、ね、次ラビの番ね。うん、はーい。